大学祭ザ・デスティニーストロンゲスト60分一本勝負を行います。青コーナー IWA 女子チャンピオン260パンスレジーベント戦です。第6試合ザ・デスティニーストロンゲスト60分一本勝負超重量級バトルであります。堀田由美子対レジー・ベネットのシングルマッチです。そして後半戦からは、山田俊夫選手にゲストとして、ゲストをお迎えしております。山田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。山田選手ね、はい、堀田選手がですね、はい、L1 出てからですね、しっかりその、はい、なんて言うんでしょう、こうそうですね、ストロンゲストというかですね、そういうイメージというのをかなり、はい、植え付けてきたなという感じがしますよね、はい。まあ、そして今日のこの対戦相手のレジ、一体山田さんどんな戦いになるかというのは、2人ともというか、まあ、堀田さんも体が大きいですよね、はい、レジはそれに上回って大きいんで、どんな風に堀田さんがレジを、うん、もうレジはもうすごいフットノートンとかね、ベーダーっていう感じがするでしょ。そうですよね。おお、なんとなんとマウントポジションから顔面へのパンチでしょうか。あっとレジ本人はね、L1 みたいなアルティメを戦うつもりでこの一戦に臨んでいるというところがありますから。あ、そうですか。おっと、今度はアルティメットの女王は私よと言わんばかりにですね、拳を振り上げた堀田由美子、うん、まあこのレジあたりがですね、ああいった L1 みたいなものに出たらまた面白いですよね、これね。面白いと思いますよ、やっぱり。あの、軍太連行と やらしてみたいですね、これね。あ、大丈夫でしょう。あ、さあ、ローキック、ローキック、強烈、3発で倒していった。今の堀田は、この丸10年のレスラー生活で、今が一番かっこいいんじゃないの。今が一番かっこいい。今が一番かっこいい。さっき目を細めて出てくるように、よく目を細めてますけど、はい、堀田選手が光り輝いてんじゃないの、今の。まあ、ジャパングランプリでいうとですね、まあ、堂々の12点。そうですね。まあ、単独ね、ぶっちぎり1位って感じでしたけどね。まあ、ジャパングランプリでもその、まあ、強さ、本当に強い思い、まあ、そういった力強いというかね、そういったイメージを完全にファンに定着させてくれる。楽しい。わーっと、これは痛い。堀田選手、これ白のコスチュームはまた黒の方がいいと思うんですけどね。ニューコスチュームですね。白太って見えますからね。あ、そうです。なんとなく、うん、堀田選手、割とこういうビッグマッチで白を着用なさるんですよね。はい、そうですね、割とね、好きでしょ、はい、白に堀田が前に入ってるやつですとか最近あのアルティメットでやったあの、なんていうんですか、モモまでパンツが着てるやつありますよね、はいはいはい、あのイメージだったんで、今日このショートなんでちょっとびっくりしました。久しぶりにね、はい、水で頭濡らして、あの黒い格好出てきて、かっこよかったじゃないですか、うん、アルティメット系。お、なんか、はい、レジも今日はアキレス腱のためか、こういう戦いを、ね、珍しいですね。なんかこってりとストロングスタイルレスリングを楽しむのかと、そう言わんばかりのね、このレジー・ベネット、この試合用なんでしょうね。はい、まあ、本当だったらレジはレジーらしく、うん、あの縦横の動きで、うん、あの縦横無尽にやった方がレジーらしいとは思うんですけど ね、はい、そうですね。何でもできるようになりましたよっていうところを見せたいっていうのはあると思うんですよ。なるほど。あ、でもロープワークもありますね。あ、うまく足を取らして円錐切り。山田選手、堀田選手は L1 出る前とですね、出た以降っていうのはやっぱりこう肌合わせてみて如実に違いっていうものは現れてましたか。やっぱりなんかこう試合の運び方とかも、はい、L1 が入ってるっていうか。 L1 入ってますか。わかります。 L1 入ってる、入ってる、なるほど。まあ、しかしこの堀田選手もですね、一時はちょっと低迷した時期もありまして、まあ、この後どういう展開になるんだというね、山田選手ことも言われましたけれども、お聞きしたいんです。やっぱ低迷って今佐々木さん言ったよね、低迷する時期ってあるんですよね、レスラーね、多分。まあ、自分はあんまりこう励ましちゃいけないですけど、なんかみんながみんなこういい時ってないじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ、それぞれ、はい、うん、山田選手は今すごい悪い時ですね。すごい悪い時ですね。しょうがないですね。
するでしょ、山さんも、はい、そのうち頑張ります。そのうちって失礼ですけども、近い将来さあ逆水平から、これもまたマウントポジション、マウントポジションでボール入るところが結構これマウント、山田選手じゃないけど L1 入ってますよね、はい、ガードポジションだ試合展開が本当に何かこの L1 してますね、アルティメットしてますね、なんかね、ほんとこに走りながらレジ腕を取りながら、ああどうですかこれレジ、かなりまたシェイプアップしました、ひょっとして少しは絞れてんでしょうね、なんかそんな感じがしますね、言ってました、水着が緩くなったって、あ、そうですか、じゃあ本当に痩せたみたいですよ、なんかだいぶスピードアップしてるね、あんまり痩せてもレジベネット使っちゃないですよね、まあその110キロですか、この巨体もっと上げる感じません、なんかでも、うわこれはちょっとね、ホッタ、いくらホッタでも無謀な手四つでしたけれども、何をするんだろう、さあこれだ、うわ豪快豪快、これが見られる、ああタックプロレスも顔負けであります、超ド級のボディープレスカウント2、説得力すごいですよね、もうこれ以上の説得力ないでしょう、いいですよね、ただ落ちるだけで、そういうのただ落ちるだけで、いやでも高いところから持ち上げて、でかい人が、これもすごいですよ、これもすごいですよ、うわすごいプロレスが甘くなってですね、あー、ホッタもやっとこさ、どっこいしょって感じで返しますけれども、やっぱり今のような戦い方がレジじゃないですか、まあやっと自分の土壌にですね、このホッタを引きずり込んでいこうという、そういった戦法に変わっていくんでしょうか、さあレジベット、超特急のパワーサップがここまでは炸裂している、ホッタを圧倒しているその展開であります、本当はレジの明るいキャラクターでいうと、おー、なんだなんだ、おー、いい点があったか、トップロープから何かこの DDT のようにね、首根っこひっつかんで、いやいやいや、場外へ心中であります、さあカメラの方に、わーっと鉄柵に飛びつけて串刺しのラリアットを狙ったが、うわすごい、なんか普通のことのようにドカンっていうね、なんか丸田んぼ振り回してるような感じですよね、体があるってのはいいですね、はい、やっぱり山田選手あたりもその体があるってのは羨ましいななんて感じる時ありますか、まあそれはありますけど、まあないならないなりにいろんなことありますからね、そうですよね、いや今度は椅子からテーブルを持ち出してきた、うん、何か嵐の予感がしますよ、この試合この上に、ああああ、まさかここにボディープレスするんじゃないですか、ね、なんかやりそうですよね、ちょっとやめてください、あ、よかった、あ、アイルドライバーかな、何するんですかね、パワーボムでやるんですかね、ああパワーボムだ、パワーボムだ、ああパワーボム落とす前にこれ机の足が、足首は大丈夫ですかね、ああ今下半身取られましたよ、あと堀田選手があの机の角に後頭部これ急2出してますね、危ない危ない、あレジどうやら大丈夫か、レジは大丈夫か、ちょっとホッタの後頭部が心配であります、机攻撃というのもね、やはりこれだけ体重があるとですね、技を仕掛ける前に崩れてしまうという、なんとも皮肉な結果になってしまうわけですけれども、机の足がいっちゃったんですね、そうですね、山田選手はあのこのレジとはですね、はい、あのまあうまく体重、ああ何でしょう何でしょう、出ました出ました、頭突き頭突き、この堀田の頭突きといえばですね、あの遠藤を、あの顔がもうこんな腫れちゃった、あの遠藤の顔をですね、3倍ぐらいに腫れ上がらせてしまったという驚異のヘッドバットでありました、なんと大胆的にもこのレジにも見舞っていって、浴びせ蹴りニールキック、ああどうやら堀田が自分の土壌に完全にレジを引き込んでいくのか、ここはもうずっとホッタペースですね、はい、さあどうかカウントは2、休まない方がいいんですよね、掴みかけるか、格闘路線へとひた走るホッタユミコ、これはどうだろう、これはどうだろう、さすがに重いか、おお顔面に何気にえげつない蹴りを一発入れておいて、さあニュートラルコーナートップロープ何があるんでしょうか、ニールキックかな、あーニールキックだ、顔面を的確に捉えていった、さあどうかカウント2、うん、まだあのレジ大丈夫じゃないかなという感じがしますよね、そうですか、ね、
山田さん、あのレジとね、そのオールパシフィックの巴戦なんかで、はい、かなり死闘を展開したわけですけれども、はい、あのスタミナとかですね、そういった面というのはかなりどうですか、良くなってきてますか、レジは。スタミナというのはパワーの方が目が行き過ぎちゃって。そうなんですよね、はい、でも他の軽量級の日本人選手とそんな変わんないぐらいが時間も、うん、あすごい動けると思うんですよね、レジは。カウント 2.5、 うん、やはり一発一発のダメージが重いですね、このレジの。お、ラリアットをうまくかわして、あ、今度は戻った、デンジャラスであります。びっくりした。いやいや、今なんでしょう、頭からタイムドライバー崩れたのか、それとも頭から垂直落下を狙ったのか。まあこのレジの体重ですとですね、あのそこから振り子式にフォアボールの体勢に持ってくるのはちょっと難しい感じがしますので ね、 うーん、あーシリースラム、これも豪快。どの技やってもホール取れそうな、そういう印象がありますよね。はい、得意技シリースラム。さあここからレジラックへと移行する殺人コースが待っているのか。これですよ、いやスーパーフライじゃないですか。ボディープレスだ。しかもトップロープから行くのか。お、後ろ向きの、あ、後ろ向きですね、後ろ向きですね。あ、何を狙ったのかちょっと見たかったような気がするしますけれども。あ、何でしょう、後ろ向き。あ、ちょっとアピールしてる暇はないぞレジ。早く技を仕掛けないと。なんとお尻に焦点、お尻に焦点、的がでかいという感じがしますけれども。お、何でしょう、堀田選手、まさかカリビアンスプラッシュをこの体勢から狙おうというのか。後頭部にパンチを打って、あ、今度はエルボーを逆に返していった。レジーは何があるのか、レジーは何があるんだ。ニュートラルコーナー、ちょっと技が停滞している。どういった展開が、やっぱでかいもん同士って感じがしますからね。そうですね、でか、あ、これはカリビアンスプラッシュを大胆にも狙おうというんでしょうか。これでも腕が回んないのにね。え、トップロープですよ、しかも。さあ投げること、デンジャラスであります。カリビアンスプラッシュをなんとレジーに、あー、カウント2で返した。これはレジー未知の世界に今突入しましたね。頭から落下しましたしね。こんな投げられ方おそらくしたことないですよね、レジーは。体重があるから余計ですよね。余計ですよね、僕大怪我するかと思った。あー、ピラミッドドライバーまで狙うという。まだレジーも死んではいないぞ。まあ、レジーもなんと言ってもですね、今 IWA のね、今チャンピオンですからね。ラリアット一発。お、じゃあやっぱトップロープ行きましょう。来ましたよ、来ましたよ。セカンドロープかな、最初は。セカンドロープですかね、まずはね。段階を踏むんですよね、この人。うわー、飛んだ。すごすぎ。すごい距離であります。落差十分、危ない。空中のフォームが美しいですよね。この時反りますからね。反りますね。いやいや、この体格、この体重からは信じられない。この動きであります。スイングしているぞ、危ない。わったよりか、危ない。すごい、なんか今綺麗でしたよね、あのライダーフォーム。堀田、ね、選手もよくカウント2で、はい、完璧に決まってました今。今度はトップロープでしょ。いや、距離すごいありますよ、はい、これね。この人リングの中央よりも向こう行けるって言ってましたよ、自分で。距離すごいですよ、山田さん。結構この体重で飛びますから、反りますしね。わー、ちょっとデンジャラス。うわー、終わった。あー、バンジフュース格闘場。危ない、危ない。あー、レジーはこれもスリーカウント間違いなしって感触ありましたよね、これね。誰もなんか跳ねのけたことないんじゃないですか、トップロープものは。山田さん、ちなみにトップロープものは食ったことあります？食ったことないですね。多分レジは初めてじゃないですか、返されるの。あー、もう一回行きますよ、ね、もう一回行く。いや、レジのこの跳躍力もすごいですね、これ。危ない、危ない。かろうじて残した、かろうじて首の皮一枚かわしていった堀田由美子。生き返ったのか。
とレジがちょっと誤爆の後遺症もあるのか、あのまたあの使い果たしちゃったっていう部分がありますよね。レジ、ああ